東京商工リサーチが今月、全国4,700を超える企業に忘年会や新年会を開催するか尋ねたところ、71.1%が緊急事態宣言やまん延防止等重点措置に関係なく開催しないと答えました。1年前の調査からは8.3ポイント減少したものの、前回10月からはおよそ10ポイント増加しました。 開催すると答えた金曜でも3割近くが人数を制限するとしました東京商工リサーチは10月後半からの新型コロナの感染者の増加が影響したとみて今年のシワスもコロナ前のにぎわいに戻ることが難しいと分析しています